南海6200系電車は南海電気鉄道の高野線で運用されている一般車両の位置系列。1974年より製造された。なお、改造後統計式に編入された6200系50番台については南海8200系電車の項で記述する。また、ナンバー型先頭車の車両番号 F を編成名として表記する。 高野線の南波橋本間で使用される20メートル4扉オールステンレス車体の通勤系電車である。高野線では大運転と称する平坦区間と山岳区間の直通運転に対応した15平方メートル扉車体の5 6 1系、1 2 5 1系、17平方メートル扉車体の2 1 0 0 1系、21201 K が使用されていたが、1960年代から、平坦区間では、沿線の住宅開発が進み通勤客が急増し、これらの車両では輸送力不足となっていた。このため、高野線の平坦区間である南波三日市町間に、南海本線と同様の山岳区間に対応しない20メートル、4、扉車体の通勤系電車を投入し、 輸送力を向上させることになり、1962年より6000系、1970年より6100系が投入されてきたが、昇圧後については、車体構造や伝送品の見直しによりコスト低減と経済効率の向上が図った本系列が導入されることとなった。本形式をベースにして製造された車両に、大阪府都市開発の3000系がある。 車体は6 0 0 0系以来のオールステンレスで軽量化が図られた。6000. 6 0 0 0 6 1 0 0系は7 0 0 0 7 1 0 0系をそのままステンレス車体にしたような丸みのある全面形状であったが本系列では切り構成となり全面貫通扉上部に方向膜を設置し全照灯は左右両側の層下に下げられたため大きく変化したものとなった。 外反のコルゲートの形状も変更されている。中間車の車体長は 6000.6100K と同じだが、乗務員室を拡大したため先頭車の車体長は中間車より 100mm 長くなっている。機器類にも変化があり、パイオニア台車を装備して製造された 6000.6100K と異なり、S 型民電台車が採用された。 冷房装置は 6100K の分散式発揮から集約分散式に変更された。本系列は以下の2形式3種で構成される。6501から6201から6202620362046502 6503から6205から6206620762086504650562096210650665076211621265086509621362146510 651162156216651265136217621865146515から651662196220622162226517から6223から62246225622665186519から6227 から62286229623065206231から6232編成構成が 6000.6100K から変化しており、奇数番号偶数番号で2両一組となった、電動車ユニットを6両編成の場合は2組、4両編成の場合は一組制御付随者に挟み込むというものになっている。 制御方式は抵抗制御を踏襲しているが、超多段制御から一般的な多段制御になり、6000.6100K が制御機1機で4個の主電動機を制御する 1C4M 方式であったのに対し、本系列では同8個を制御する 1C8M 方式となった。6両編成と4両編成では MT 比が異なるが、 加速力を揃えるために制御機内に限り留置、切り替えスイッチを設けている。なお、1980年3月に3次車が製造された際、6503回から電動車ユニット1組が移され、先頭車のみ完成した6515回の中間車として以下のように使用された。しかし、翌年8月に4次車が製造され、 本来の中間車4両が完成すると、以下に示す通り6503回は6両編成に復帰している。6517回6519回は日本とも6両、固定編成なので省略。1981年から4年間の中断の後、1985年には、 電動車ユニット一組が増備され、4両だった6513回の中間に挿入され、以下の通りとなった。この2両は、当時増備されていた8200系に合わせて、従来車とは一部の仕様が変更されている。この時点で52両となり、製造は終了した。2001年に8000系6両が本系列に編入され、総数が58両に増加した。 編入者は、在来車の続番で6521から6233から6 2 3 6 4 6 2 3 5 6 2 3 6 6 5 2、e、2と不満され、編入改造と同時に更新工事が施行された。床下機器配置、車内の化粧板や、土兵器などが多編成と異なるほか、先頭車に配送機が設置された。本形式をベースとした車両の中で、 消費電力量を抑えつつ高速域からの回生ブレーキを可能とする直波制御を採用した初代8 0 0 0系と8 2 0 0系が開発されていた。しかし、保守部品が徐々に製造されなくなり十分な部品の確保が困難となっていた。また、制御機の経年劣化による故障が頻発するようになり、長期にわたって使用不能となる事態も発生していた。 それらの問題を解決すべく 6200K と同等の性能に改造する工事が進められ、2001年に初代 8000K が抵抗制御に改造した上で6521回へ、2013年に 8200K が VVVF インバータ制御に改造した上で50番台へ、それぞれ改版、編入された更新工事により、 従来の6両編成での運転に加え6 0 0 0系や6 3 0 0系2連と並結して8両編成での運転が可能になった。4両編成は空気圧縮機や電動発電機を4両で1個しか備えておらず、故障時のことを考慮し、上調性を高める観点から6 0 0 0系や6 2 0 0系、6 3 0 0系を並結し6両編成や8両編成で、 使用されていたが、輸送人数減少に伴い、ヒラッシュ時は、ダイヤ改正ごとに4両編成の運用が増加、日中の運用が限定され、運用効率の悪い車両となっていた。そこで2009年9月8日に6511回、2010年5月25日に6507回。 2011年6月23日に6505回、2012年6月28日に6509回の各変成が、それぞれ8000系と同様のイグ部と、素子 VVVF インバータ制御への換装を兼ねた、車体更新工事を終えた。CP も補助電源も2重系とするようになり、制御装置を8000系と同型にすることで、 コストダウンと保守の統一化が図られている。既存車両の VVVF 化工事が行われる例は、近年になって少なからず見られるようになったが、車両を製造後35年以上経過した営業用車両が VVVF 制御化工事が行われた事例は、総鉄3000系くらいである。6511回は、2009年9月中旬に、試運転が始まり、 同年11月に6 0 0 0系2連と並結した6連で営業運転を開始した。なおブレーキ指令は変更されていないので6 0 0 0系や既存の6 2 0 0系との並結は可能である。なお、同時に室内もバリアフリーを考慮し、LED 式車内案内表示器、非常通報装置、都市目予告チャイムとランプ、扉開閉予告放送が設置され、 座席端の仕切りパイプの形状と化粧板が変更されている。また、6509階を除く全編成はドアエンジンを交換し、ド平原圧機構も装備された。このため、6509階はドア開閉時の音が他の6200系4連と比べて大きい。またそれに関して一時的に6 5 5階が蘇生変更により6連となっていたが、現在は 従来の蘇生に戻っている。なお、その他の車両については6000系、6100系と異なり、製造後40年以上経過した2019年4月現在も、他に6501回に対して、床材張り替えが6503回に8300系に順じた座席モケットへの交換が行われた以外、更新工事は行われていない。 6両編成4両編成製造当初は、高野線、南波三日市長間で使用されていたが、1984年3月11日のダイヤ改正で、林間電園都市駅まで20メートル車が入線、可能となり、また1992年11月10日のダイヤ改正では、橋本駅まで20メートル車が入線可能となったため、現在では、 南波橋本間と仙北高速鉄道線で使用される。2005年10月16日のダイヤ改正以後は運用の効率化を図るために橋本以北では中型車の2000系ズームカー運用を減少させたこともあり運用数が多くなっている。従来ラッシュ時に2000系で運用されていた列車を6000系列などの大型車に置き換えることで 混雑緩和が図られている。また同段や改正では、乗客源のほか、全体的に20メートル車両の運用の増加により、車両不足となったため、昼間時の確定の一部に4両編成が10、数年ぶりに復活したほか、平日朝の戦北高速鉄道線直通区間休、急行、順急に見られる10両編成から6000系列が、 撤退し、南海車両による重量編成列車が消滅した。8連の運用もどちらかというと、千木の車両で運転されることが多い。なお、各駅停車の4連運用は、従来6000系、6300系に限定されて、板が6200系 VVVF 更新車も使われるようになった。一方で急行、区間急行は、ラッシュ時を中心に8連での運用が多い。 各駅停車も戦北高速船内関結や、河内長野橋本駅間で運用するものは8連で、運転される列車がある。南海では、車両故障時の冗調性の確保を重視しているため、かつて4両固定蘇生は編成内に制御機と、CEP が1台しかないために単独運用、さらに4両蘇生に、 別の二両蘇生が一編成しか並結しない場合の六両編成運用を避けていたが、四両固定蘇生の前者、VVVF 制御下でこの制限は解除された。また、千代田県区の配線の関係で六両固定編成や四両固定編成と二両固定編成を連結するときは二両固定編成が必ず下り方になる。 6000.62006300K は相互に連結可能なので混血は珍しくないが、組み合わせ方にはかなり制約がある。また、6000角系列の4両蘇生と6両蘇生には、全編成、難波型から4両目となる4号車には、女性専用車のステッカーが貼られている。このため、平日朝ラッシュの8両編成の急行と、 区間急行で運用される場合、4号車が女性専用車となる。ただし8両編成でも準、準急行各駅停車では実施していない。1985年6月16日のダイヤ改正までは、塩見橋線での運用があった。また1995年8月31日まで、 橋本駅の最長編成が4両編成であったため、三日市町駅での増解決作業を行う運用も存在していたが、いずれも6000系、6100系限定での運用で、6200系はこの運用に入らなかった。南海8200系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。